皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで6月30日のメンテナンスアップデートの方で、なんか対戦範囲が広がったよということで、今話題になっていますので紹介していきたいと思います。今までオンライン対戦時は、マッチングのね、方が始まりまして、相手が見つかりました、電波後ですということでね、電波後しか来なかったんですけど、まあ、その中で、まあ、日本以外の、まあ、アジア圏ですね、まあ、東アジア、韓国とか中国とかそのあたりだったり、東南アジア、まあ、タイとかベトナムとか、まあ、ベトナムの人は当たってるのか正確には分かんないですけど、その辺の、まあ、アジア圏とはね、マッチングすること多々あったと思うんですけど、今回のアップデートでもうちょっと範囲が広がったということで、これをね、見ていこうかなと思います。今まではやはり電波5でね、表示されていたものが、ちょっと細かくなったということで、さらにね、いろんな人とマッチングするようになったんじゃないかなという話です。はい、例えば、まあ、電波3のね、人が当たったりとか、電波4とか、ちょっと画像を取り忘れましたが、電波1、電波2も、もちろんあります。はい、このようにマッチングした時に、まあ、電波環境、まあ、数字がね、低すぎるのであれば、キャンセルして、拒否すればいいですし、まあ、星5の人とね、マッチするようになれば、体勢もね、押して、試合に行くっていうのもね、選べますので、まあ、マッチングする範囲がね、広がったっていうのは、そんなに大きくは影響はないのかなと思うんですけど、はい、一体、このマッチングどのようなシステムなのか、もうちょっとね、深掘りしようかなと思います。はい、ということで、60回マッチングさせてみたところ、結果的にはこんな感じとなりました。日本人の方があまりプレイしていない時間帯、まあ、夜中というか朝方というか、その時間帯にね、マッチングをね、やってみましたので、まあ、星5の方がね、なかなか当たることはね、少なかったのはそれが原因かもしれないです。はい、これに関しては本当時間帯とか環境とか、それにもよると思うので、一概には言えませんが、このような結果となりました。60回検証を行って、まあ、モードの内訳としてはチャレンジ系、チャレンジイベント系と、あとは e フットボールリーグ系に分けて、30回、30回で、検証してみました。マッチング5本立っていた方が、まあ、大体多かったかなとは思うんですけど、まあ、7割とか、それぐらいのね、方が大体5本はね、立っていたかなっていう感じです。一応、まあ、連続マッチングしてしまうと同じ人と当たる可能性があるので、まあ、数分空けたりとか、例えばチャレンジイベント行って、e フットボールリーグ行って、みたいな、交互にやったりとか、そのような一応工夫はしておきましたが、まあ、15回に1回ぐらいは、まあ、電波1だったり、電波2だったり、その辺が来るのかなっていう印象でしたかね。今までは、5本の人としかマッチングしなかったんですけど、まあ、4とか3とか2とか、1とかとも当たるようになっているという感じです。チャレンジイベントと e フットボールリーグで言うと、まあ、そんなに差はなかったかなと思うんですけど、一応電波3と電波4本、こちらに関しては、まあ、若干数字がね、入れ替わったかなっていうぐらいなんですけど、まあ、時間帯とか、まあ、その他のね、要因かもしれないので、そこまで大きく気にすることはないのかなって思いました。まあ、e フットボールリーグは、まあ、ディビジョンがあったりとか、ディビ1だとレートがあったりとか、やはり電波ね、5本がね、マストになってくるのかなとは思うので、まあ、自分はチャレンジ系のイベント、まあ、チャレンジイベントとか、3試合中勝ち点を積み重ねるみたいな感じのものは、割と電波3とか4とかでね、行っても、そんなに痛ではないので、本当にまあ時間がなくてなかなか電波5本の人とマッチングしないときは、まあ、電波3とか電波4とか、それでも行ってみてもいいのかなっていう風に感じました。特にチャレンジイベントの一つ目って多分勝ち点が1位なんですよね。引き分け以上でクリアみたいな、感じのものになるので、まあ、それだったら割と電波4とか3でもいけるのかなっていう風に感じましたね。はい、続いて電波ごとの対戦国地域見ていきたいと思うんですけど、まあ、電波3と電波4に関してはね、何回かマッチングしたんですけど、残念ながら試合に行ってもらえなかったので検証できずというような感じでした。で、電波5本に関しては、今回マッチングしたのは韓国、日本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 ということで、まあ、大体アジアの、まあ、日本に近い地域、まあ、韓国、多分中国今回なかったですけど、中国も電波5本で表記されるんじゃないかなっていう感じですかね。予想ですけど、まあ、電波4本3本が日本よりもちょっと西、まあ、大体インドとか、そのあたり、インドは e フットボールやってるのかちょっとよくわからないですけど、そのあたりなんじゃないかなというふうに考えます。で、電波4本と5本の間に東南アジアとか、その辺の、まあ、タイとか、その辺が入ってくるんじゃないかなというふうに考えてます。はい、そして、電波2本と1本に関しては、まあ、3回ね、マッチングに行けたんですけど、電波2本は中東、アラビア言語にしていましたし、チーム名もなんかよくわからないね。何文字みたいな、そのような文字使っていたので、おそらく、まあ、サウジアラビアとか、まあ、あの辺りの中東のね方だと思うんですけど、それと電波1本の人はフランス言語にしていたので、おそらくヨーロッパとマッチングしたんじゃないかなというとこと、もう一人中東の人がいたというような感じでした。はい、なので一応電波1本に関しては
試合やってみたんですけど、割とカクカクしていたので、早めにね、ギブアップしました。で、ディンパ2本に関しては試合の序盤で2点取れたので最後まで一応試合したんですけど、まあ、7対0ぐらいにね、できたんですけど、まあ、余裕あればディンパ2本でも戦えなくはないけど、ちょっとイラッとする場面はやはり多いかなっていうふうには感じますね。まあ、幸先よくね、2、3点取れればその流れでね、まあ、少々重くても戦えなくはないですけど、これが逆に0対2とかね、されちゃうと結構苦しいので、まあ、やはり電波はね、大事になってくるし、まあ、基本電波5本でマッチングは行った方がいいのかなっていうふうには感じます。はい、ということで、いろいろね、電波の方を話していきましたが、いかがでしたでしょうか。今回なぜ、このような対応をしたのかっていうと、これはあくまで予想なんですけど、これから e フットボールチャンピオンシップが今週開幕して、まあ、最終的にワールドファイナルとか、いろんなね、世界とマッチングしないといけなくなるので、マッチングする範囲広げたんじゃないかなっていう考えました。まあ、もともとね、マッチングいろんなところと行えるみたいなね、ところだったと思うんですけど、なかなか、まあ、電波環境が厳しくてなのかわからないですけど、特に直近は、星5マッチング、電波5でね、マッチングするようにしておいて、まあ、アジア圏だけみたいな、制限かけておいて、このメンテで、そこの制限外してきたんじゃないかなって感じます。なので、まあ、ヨーロッパ圏とか、まあ、中東とか、そのあたりの方ともマッチングするようになったんじゃないかなっていうふうに考えました。正解かはわかんないです。はい、ということで、まあ、電波5で基本的にはマッチングに行くっていうのが、まあ、ベースにはなると思います。それであれば、まあ、アジア圏、まあ、日本含めね、その方たち、まあ、今まで通りで戦えると思うので、基本は、まあ、電波5でね、マッチング行った方がいいと思うんですけど、例えばチャレンジイベントで、本当時間ない時は、まあ、ある程度ね、勝てるっていう方は、まあ、電波4、3とかで、ね、行っても、まあ、割と戦えなくはないって感じ。時々カクカクします。はい。もちろんボールが伸びたりとか、変なね、すり抜けとかありますので、その辺、基本は電波5でね、やる方がいいと思うんですけど、もしかすると自分が住んでいる地域だとか、あと、まあ、ネット環境とかも影響あるのかもしれないので、まあ、私の場合は電波5、アジア圏だけでしたけど、もしかするともうちょっと広がるかもしれないので、まあ、そういうのも試してみてもいいんじゃないでしょうか。もしかしたら、人によって範囲が変わるかもしれないですね。まあ、いろんなね、検証してみないとね、わからないところもあると思いますので、参考になればと思います。今回自分がね、検証した結果となんか違うような結果が出たという方はぜひコメントで教えてください。こちらのチャンネル e フットボール情報を随時紹介しております。このようにアップデートでね、変更が入った点についてもしっかりと、まあ、検証などもねしていきたいと思いますし、選手の情報とか最新情報とかイベント情報とかしっかりとまとめておりますので、他の動画もご覧ください。チャンネル登録してないという方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。